元祖麻婆チャンネル。今日は都城は庄内地区にやってまいりました。こちらの南州神社を紹介します。あそこですね、行ってみましょう。こちらの階段の一番てっぺんのところに本殿があります。登っていきましょう。急な階段ですね。78段数えたつもりですけど、もしかしたら80段あるかもしれません。方南州神社、階段上り詰めたところに本殿がございました。さあ、分かる、とにかくどうもお世話になります。お賽銭を入れたんですけど、まあ、とにかく一つ、あ、ここからありますね。ここからちょっとお賽銭をちょっとご縁つなぎで、はい、よろしくお願いいたします。こちらの南州神社、また神社ですから神木がね迎えてくれます。こちらの神木もやっぱりもう200年、いや まだ経ってますでしょうね。このくらいの年数を持った神木がしっかり出迎えてくれてます。2つありますから、夫婦ですね、これね。ね。もう、そんな感じがします。そして、向こう側にはですね、まだも祀られている石がありますので、そちらも、ちょっと、拝礼したいと思います。こちらは、昔の、先ほどの言われを読ませてもらうと、薩摩の時代のご先祖様の魂がここに祀られている、ということでございます。なんかこうもう昔のまんまずっとここは残ってるという感じのこうね地形ですよね。はい、ということで南州神社をご紹介いたしました。まあぜひ階段登ってください。健康のために最高です。なんか足腰を鍛えていただいてありがとうございます。ここはもしかすると鍛えてくださる武将の神様がいるのかもしれませんね。鍛えられました。また次は別な素晴らしいところをご紹介いたします。ありがとうございます。